しばらくギルダーツは帰ってこないって聞いた気がするけど。探してみねえとわかんねえだろ。そうだけど。本当にギルダーツかはさておき、マグノリアは無事なようでよかったな。ええ、ハルジオンも取り戻せたし、アルバレス軍に引いてもらえたらいいんだけど。ナッツ、どうしたの？いて。え？いったー！足になんか刺さってんぞ！何本当にさ、ナッツ！わかんねえ！なんだこれ、ウニか？それウニじゃないよ、栗だよ！だ、大丈夫ですか？今、治療を。そんくらい舐めときゃ治んだろう。戦争中とは思えないくらい通常運転ね、あんたたち。まったくだな。仲良しなのはいいことね。またアンチエーテルナの腫瘍が原因なんじゃないかって心配した私がバカみたいじゃない。ルーシーもいるか？いらんわ。っていうかギルダーツの話はどうなったの？あ、忘れてた。あんたたちね、ギルダーツのことならかなり聞いた方が早いし、私先ギルド戻ってるわね。オイラたちも一緒に行くよ。おい、クソホロ、なんで座ってるだけで2個目のトゲ刺さってんだ。知るか。あ、いった。ハッピー、やっぱり夏と一緒に後から来たら。みんな本当のんきよね。それにしてもギルダーツって本当に帰ってるのかしら。情報がヒゲとマントだけなんて信憑性がないような気もするのよね。それ！ギルダーツはカナに聞くと知って、医務室から包帯くらいは持ってきてあげようかしら。あれ、ギルドの様子がなんだかいつもと違う。いつもはみんなの声が外まで聞こえてくるのに、この声は。みんなが一瞬で消えた。マカロフ、マカオ、ハナ、皆さんどこに。ふう、もう一人幽霊がいるな。そこか。あ、おい、その気になれば俺とも会話ができるんだろう。予想はついてる。お前が皇帝の言っていたフェアリーハートだな。お前の体はどこにある？言え。言えば仲間を返してやろう。さっき消した奴らは死の狭間にいるが、まだ死んではいねえ。だが放っておけば確実に死ぬ。救えるのはお前だけだ。仲間を取れば世界を捨てることになる。そもそもこの男を信用できる。どうすれば。おりゃあ！大丈夫ですか、初代。あれ、みんなは？あいつに閉じ込められてるんです。倒さないと。くっくっ、わざわざ来なければ恐ろしい目に遭わずに済んだもの。まさかこいつもトゥエルブ？どうしよう、私一人じゃ。おい幽霊、条件を変更する。俺は今からこの女を少しずつバラバラにしていく。気が向いたところで降参するんだ。サモネと首しか残らねえかもな。ルーシー、危なっ。ナツ、首
首だけになってもルーシーはルーシーだけどな、ちょっとかわいそうだし、俺はお前を灰にするけどな。なんで夏一人なの？みんなは？ああ、ルーシーの悲鳴が聞こえたから置いてきちまった。カリウド置いてきたって、ほんと自由すぎ。でもカリウド、愛が精霊を強くするレックスインパクト。カリウの音振り注げスターレイ。出番だな。総支給の扉ジェミニダブルーシーキリース、カリウのテッテン。フッフッと体勢を崩すぞ。そのフィニッシュの時間だな。ガリューの鉄拳、ガリューの寄せ掛け。愛が精霊を強くするレグルスインパクト。振り注げスターレイ。ぶっ飛べスターショット。はあ、あと少しよ、いけるわ。燃えてきたぞ。それは俺のセリフだ。ステルス完全透明迷彩。それだけじゃない、見えないものも見える、つまりこの幽霊もな。消す、消える、見える、見せない、これが俺の魔法さ。今からお前に地獄というものを見せてやる。よーく見るんだ、目の前の女を。どうだ、服を見えなくしてやったぞ。これぞまさに地獄。あたしがね。これのどこが地獄なんだ。お前、目の前に下着姿の女がいるんだぞ。焦るだろ、照れるだろ、つか目のやり場に困り地獄の。いつも薄い服着てるしな。お前なんてハレンチなことを。てかあんた何その顔。何って、そりゃ見るわけにもいかんだろう。この技は相手を苦しめるのと同時に自分にもダメージがある、諸刃の剣と言えよう。な、ルーシーやめろ、自ら抜くんじゃねえ。うわは、父が見えちまう。おい、何を考えている、女子たるもの人前で。うわー、すっぱだかになった。なったら焼けよ、もう怖くないわ。乱れてる、乱れてるぞ青少年。おほう、柔らけ。いやー、やめて夏。この作戦は失敗だ。今よ、ルーシーキック。カリウのガキ爪。ガキが、
大人を怒らせたな。おいサラマンダ、一人で突っ走ってんじゃねえ。あいつはプエルブか。ルーシー、グレー様の前ではあいつの魔法にかかっちゃダメですよ。あんたどんな感してんのよ。とにかく早くやっつけるわよ。ガキが、世の中をなめんじゃねえぞ。地獄を味わわせようっていうのか。そんなわけないでしょ。ありがとうな。ガリューの音、ガリューの鉄拳、鉄拳の時間だな。テイクオーバー。マッチョール。シュタル。テイクオーバー。はい。開け。ロキ。愛が精霊を強く。レックスインパクト。ありがとう。また消えやがった。魔法の隙を狙って一気に叩き込むぞ。見ろ、腕の見せ所かな。テイクオーバー。はー、ありがとう。このくらいの当然で無限の剣行くぞ。カッソ、天輪の鎧、アークレスオード。カッソ、くらえ太陽の剣。メリー頑張ります。天竜の爆撃、追い切る。この調子で頑張ります。カッソ、天輪の鎧、アークレスオード。カッソ、くらえ太陽の剣。ミラ、エルザとなら余裕よね。私たち二人なら余裕だな。もちろん。フェアリーテイルの力見せてくれ。あとちょっとで。これでありがたいよ。消えろー。
一回。寝ぞー。手が塞がれていれば、あの魔法は使えないはず。夏、今です。よっしゃ、モード炎竜王、炎竜王の崩壊。カッ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 、飛ばしちまった。あらあら、空がよく見えるようになったわね。またギルドの壁に穴を。ナツ、マスターのお叱りは覚悟しておけよ。もうめちゃくちゃすぎよ。やっと出られた。トゥエルブのあいつは？ナツがぶっ飛ばした。よくやったナツ。それにミナモン、ギルドの壁をぶち破って空の彼方にだけどな。な、ああ、また派手に壊したね。ちっちゃん、悪い。な、まあ、これでスプリガン12は一人倒したわけだし、ね。おお。せっかく立て直したのに。